ちは、星稜中学校高等学校吹奏楽部と申します。本日はこのようなイベントにお越しいただき、お招きいただきありがとうございます。短い間ですが、どうぞよろしくお願いいたします。はい、1曲目にお送りいたしましたのは昭和歌謡メドレーです。今日は3時から第1回目で、4時から第2回目ということですが、少し、演奏の曲目も変えながら、同じ曲もやるんですけれども、また新しい曲もあるので、ぜひお楽しみいただけたらと思います。1曲目が昭和歌謡メドレーです。まあ、うち星稜、今日はですね、高校2年生中心なんですけれども、普段は中学1年生から、高校3年生、今高校3年生が、受験が終わったメンバーが少しずつ戻ってきたりしてるんですけれども、まあ、みんなは、平成生まれかな、昭和生まれの人ですね。まあ私は、あ、そうですよね。私も昭和生まれで、まあ、今演奏した曲はもう子供の頃か、まあ昔の曲っていうか、まあ、現役、私が現役で生きてた時に流行ってたっていう曲ではないんですけども、でもすごくよく知ってます。いまだに昭和の曲っていい曲が多いなと、思います。今の新しい曲って、まあ、それが悪いわけじゃないですけども、結構コンピューターで仕込んで、みたいな曲が多いんですけど、この頃ってやっぱり生バンドで、すごく音楽も良くて、未だに味わいのある曲が、たくさんあるなと、思います。昭和歌謡メドレーでした。続いての曲はですね、それでもちょっと新しい曲です。朝ドラ、皆さん、見ましたかね。ランマンの主題歌の、愛の花、愛のという、歌詞の歌った愛の花をお送りしたいと、思います。吹奏楽なんかいろんなこういう新しい曲もいろいろ挑戦できたりして、吹奏楽の良さかなと思います。それではお楽しみください。
はい、ありがとうございます。愛の花をお送りいたしました。私たちこの吹奏楽の紹介ご紹介もせっかくなのでしたいなと思いますが、吹奏楽って何かというとですね、管楽器、吹く息を使ってやる管楽器で、できています。金管楽器と木管楽器と打楽器と弦楽器で構成されています。皆さんオーケストラはよくご存知だと思うんですけれども、オーケストラと違うのはバイオリンとかチェロの弦楽器がいないのが吹奏楽の編成となっております。金管楽器の人手を挙げてください。はい、楽器あるよ、はい、金属でできた楽器です。これが金管楽器。皆さん楽器の名前わかりますかね。トランペット、トロンボーン、ホルン、ユーフォニアム、チューバー、チューバーが大きい楽器ですね。はい、じゃあ木管楽器挙げてみてください。はい、木管、まあ、金管もソロあったんですけど、木管ソロが今日ありました。今出てくるソロとかなかなかクラリネットですね。クラリネット、ピッコロ、フルート、オーボエ、サックス、サックスはアルト、テナー、バリトンサックス、ソプラノサックスの下にちょっとあります。それからファゴットがあります。はい、で後ろにいるのが打楽器ですね。打楽器がいろんな楽器が、はい、あります。なんかああいうシンバルとかもありますね。ドラムセットがあります。はい、であとは弦楽器で、今日は、電子楽器ベースでエレキベースが弦楽器になります。はい、これが吹奏楽、で私たちは活動しています。今日は高校2年生中心で約30名ほどで場所の都合でやりましたが、普段は3年生に全部戻ってきたら80人ほどで演奏します。最初のタイミングで少しご紹介させていただいたんですけれども、年に大きく2つ演奏会と、あとはコンクールやこういった地域で招いていただいて演奏を行っております。私たちの活動なんかもですね、 SNS、XQ、Twitter や Instagram、それから YouTube などでありますので、ぜひそちらをご覧いただければと思います。はい、では次の曲は何でしたっけ。あ、警察メドレーですね。今日はあの私たちも、コロナ禍だったのでなかなかこういう演奏はなかったんですけども、警察の方に招いていただくのは初めてで、まあ、警察なので私たちもなかなか緊張しますが、とてもいい方々で、すごく招いていただきました。なので私たちもちょっと警察の曲を、やってみようかなと思いまして、西部警察のテーマ、これも昭和の曲ですね。西部警察と犬のおまわりさんですね、同様。それからコナンですね、名探偵コナン。これ実は警察じゃなくて、よく考えたら探偵で警察じゃないですけど、よくこう警察の時にこう演奏したりしますね。この3曲をメドレーにしてお送りしたいと思います。警察メドレーです。
ここで一つ宣伝をさせてください。先ほどネイル2回大きなコンサートをやると、言っておりましたが、一番ネイルの活動で一番大きな演奏会が、今年、の3月の20日に、行います。定期演奏会なんですけれども、今日ちょっと3年生の方が、チラシを今配ってくれてますので、受験の終わった3年生たちが、配ってますので、ぜひもしよろしければ見ていただいて、また正式なチラシはですね、もう少しで、できます。今月の終わりぐらいにはチケット発売できればいいかなと、思ってますので、富士ロドシアターで、行いますので、もしよろしければぜひお願いいたします。またその情報なんかもですね、X やインスタで、随時アップしていきますので、そちら見ていただければなと、思います。ぜひ演奏会よろしくお願いします。でこういうところにもまた依頼演奏もどんどんせっかくね、もうコロナが、やっと終わり、5類下がったので、いろんなところで演奏していきたいなと思いますので、どうぞこれからもよろしくお願いします。それでは最後にお送りしますというのは、第1回の時もこう見に来ていただいた方は、聞いていただいて、もう一回ちょっと演奏させてください。ディープパープルメドレーも、お送りしたいと思います。そして最後なんですけども、私がちょっとアンコールなんかもちょっと用意してあるかもしれませんので、皆さん拍手次第では、アンコールがあるかもしれませんので、ぜひ、よろしくお願いします。今日はこんな素敵なイベントにお招きいただきまして、警察の皆さんもどうもありがとうございました。皆さんもありがとうございます。ありがとうございました。